エヴァ・パーマー・シュケリアノス・エベリーナ、エヴァ・パーマー・シュケリアノスは、アメリカ合衆国の女性歴史家である。古典ギリシアの文化、生殖、演劇、合唱的舞踊、音楽の研究と信仰で知られる。パーマーの人生と芸術家的努力は、生涯を通じて、多くの有名芸術家と相交わる。舞踊家、イソドラ・ダンカン、テッド・ショーン、フランス文学の大家、コレット、詩人、 作家ナタリー・バーネー、女優・サラベルナールのような人々によって霊感を与えられもし、またこれらの人々に霊感を与えもした。彼女は後にギリシアの詩人、脚本家、アンゲロス・スシケリアノスと結婚することになる。二人は力を合わせてギリシアのデルポイの大祭の復活を組織化した。美術や音楽、演劇のこれらの大祭に具体化する形で、パーマーは、 ギリシア国内外における平和と調和という目標を促進する啓蒙の釣り合いの取れた感覚を推進したいと望んだ。パーマーは1874年1月9日にニューヨーク市のグラマーシーパークに生まれた。知識人たちと天文に恵まれた芸術家たちの一家のご自の一人であった。成果は自由思想や飲酒にとらわれない教育、音楽や演劇、 文学の探求を推進する過程であった。彼女の最古の思い出は父の19世紀クラブの思い出で、そこでの初期の会合はパーマーの家で催された。19世紀クラブは異質の政治的イデオロギーの信奉者、無神論者、宗教上の虚勢を集めた。彼女の父は政治や宗教、道徳に関する資料豊かな、和やかな議論の進行役を務めた。 若きパーマーはこういう議論を目の当たりにし、こういうものが若い女性、成人としての自分自身の思想の種をまいたとのちに、彼女は書くことになる。1888年夏にコートランド、パーマーシニアは中水炎で死亡した。パーマーの母は後にロバート・アビという男性と再婚することになる。パーマーがナタリー・バーネーと知り合いになるのは、 メーン州のバーハーバーにおける一家の秘書休暇中のことであった。二人は詩や文学、乗馬への関心を共有した。バーネーはパーマーを中世の諸女に例えたが、これは彼女の足首までの赤毛と白い肌への賛辞であった。二人は若い恋人同士になり、後にパリで隣人同士になることになる。また、パーマーの同胞は、パーマーの人生において形成力があったし、 特にその兄弟であるコートランド・パーマージュニアはそうであった。彼女のこの兄弟は音楽的振動であって若くして有名作曲家の作品のほとんどすべてをピアノで演奏することができた。音楽は母の人生の一部として絶対必要であったため、パーマーの同胞は全員音楽活動に触れさせられるかでなければ音楽活動に従事するように奨励された。 パーマー自身は次に音楽理論、コロスの編曲を自由気ままに研究することになる。パーマーは様々な全寮制学校と通学学校に散発的かつ短期間在学した。父はバンタウブ学校という短命の実験的な学校を創立した。青年に達した後パーマーはブラインマウル大学に通学することになる。ブラインマウルに在学中にパーマーは文学と 演劇芸術を研究した。パーマーは学位を取得する前に退学し、ローマにいる兄弟のパーマージュニアと一年間一緒になることと自由気ままに研究することを選んだ。パーマーはしばらくパリ近隣のヌイ・シュルセーヌに国外追放者として落ち着いた。パーマーはナタリー・バーネーの裏庭の即興演技に参加することはもちろんフランス語の流暢さを微調整すること。 劇場に通うことにも忙しかった。こういう祝演の一つで、ピエール・ルイスの夕日の中の対話でパーマーはコレットと共演した、この期間中、また彼女はサラ・ベルナールに出会い、二人はすぐに知り合いになった。パーマーは舞台上でサラと共演するように求められ、しかしながらこれは結局は失敗した、短いロンドン進出中にパーマーは、 ミセス・パトリック・ギャンベルの劇団に加わるように申し出を受けた。しかしながら、ミセス・ギャンベルのパーマーの劇団参加の前提条件は、彼女がナタリー・バーネーとの関係を公的に立つことを必要とした。この申し出はパーマーを喜ばせたし、パーマーの芸術家的活動にとって、実り豊かであると分かったはずなのに、パーマーは最後には申し出を拒絶した。 パーマーは後期にもかかわらず、ナタリーとの友好関係を立つことに気が進まなかった。またレイモンド・ダンカンと知り合ったのは、パーマーのパリ時代であったが、レイモンドはイサドラ・ダンカンの兄弟であったし、レイモンドの妻ペネロ・ピーはアンゲロス・シケリアノスの姉妹であった。1905年のパリの労働不安のために、この夫婦とその赤子は、パーマーのヌイイの小さな家に滞在するためにやってきた。 パーマーとこの夫婦は手織りの衣装とギリシア美術とへの関心を共有した。神聖のギリシアの衣装の品質を再生産したいという希望を持って、三人は自分たちで数点衣装を作るために食器を適合させた。こういう努力は最後にはパーマーに当時の伝統的なドレスを見捨てさせ、ドレスや手工芸の革のサンダルを自分で作り、もっぱらそれを身につける気にさせることになる。 ペネロピーの夜シケリアノスの死の歌唱と老唱は、パーマーの好奇心をそそった。パーマーはもっと学びたかったし、自らシケリアノスに会いたかった。ダンカン家の人々とパーマーは後にギリシアに向けてパリを立つことになる。パーマーとダンカン家の人々は、アテネから5マイル北のイミトス山地の山麓の丘陵地帯にしばらく住むことになる。その位置は、 ダンカン家の本家の未完成の残骸であった。ペネロピーがパーマーに自分の兄弟に初対面するように手はずを整えたのは、ここにおいてであった。言語の障壁にもかかわらず、パーマーとシケリアノスは知り合いになり、自分たちが世界観を共有していることを知った。平和や討論、文明に関する会話を通じて、その会話の多くは、パーマーに、 自分自身の世界観はもちろん、ゴーフの討論会をもまた思い出させた。デルポイの理想とデルポイ大祭を復活させる種が、まかれたのは、この期間中であった。パーマーもシュケリアノスもどちらも、人々を集めようとし、美術や音楽、演劇という仕掛けを通じて、自分たちの調和のメッセージを民族的、宗教的、政治的に様々な人々の間に分配しようとした。パーマーは、 シケリアノスを追ってレフカナ島に行ったが、ここはギリシア西岸のイオニア海の島で、シケリアノスの先祖伝来の島であった。ここで二人はさらに深く知り合った。シケリアノスは自分の死を彼女と共有したし、二人はデルポイの理想についてより深く議論した。パーマーは自分のために食器を製造していて、それで彼女はギリシア人の様式で、 手織りのドレスを作ることへの関心をさらに追求することができた。1907年にパーマーとシケリアノスはアメリカに旅行した。パーマーは自分に対する、特に自分が選んだ服のモードに対するアメリカの報道機関の関心には覚悟ができていなかった。パーマーのドレスはより典型的なパリジャンのファッションからは劇的に逸脱していたのでニューヨークの初新聞はパーマーに 彼女の父親のはずべき評判の女性相続人という豊富な記事材料を見出した。パーマーは注目を避けたし自分に関するしばしば誤った記事に腹を立てた。しかしながら二人の訪問の目的はパーマーの母をシケリアノスに紹介し結婚することであった。二人は1907年9月9日にメーン州のバーハーバーで結婚した。 パーマーはハイフンで繋いだ生を名乗った。すなわちエヴァ・パーマー・シケリアノス。パーマーのバーネーとの交友関係は、この結婚後、続かなかった。バーネーは、シケリアノスのために、パーマーを失うのを恐れたし、彼女は、パリの生活に飽きたが、これは、彼女がますます取るに足らないとみなした、生活様式であった。その交友関係は後に、手紙の交換によって修復され、 後に、友人同士として和解することになる。二人はギリシアに帰還して、アテネに落ち着いた。ここでパーマーは、グラフコスという息子を産んだ。また一家は、レフカダで、小さな邸宅を営んだが、そこで彼らは休暇を取り、浜辺を調査し、釣りをすることになる。パーマーはまた当時、壮大主教によって、偉大なキリスト教会の主音楽教師と命名された。 コンスタンティノス・エープ・サコスの下でギリシアの教会音楽と寄付法の研究に着手することになる。パーマーの関心はヨーロッパ音楽と同じ方法では寄付に記録することが出ないギリシア音楽の複雑さにあった。そのようにするにはビサンチン音楽の寄付法を学習する必要があった。パーマーの学術的な音楽研究は ギリシア固有の音楽を保存する目的の学校を作りたいという欲望を彼女の中に徐々に染み込ませた。その上、寄付運動を組織化することはもちろん、自身の資金を使用することをもまたして、彼女とプサコスは専門のハーモニウムの制作という任務に必要な金銭を調達することになる。この楽器は1924年にギリシアで GF スタイマイヤーによって制作され、 重要な講演者であるパーマーの名にちなんで、エビオンパンハーモニウムと、プサコスによって命名された。オリジナルのエビオンパンハーモニウムは、後に第二次世界大戦中に破壊されたと信じられていたが、小型版が2点、プサコスによって、ギリシアに持ち帰られた。彼女のアテネに音楽学校を作りたいという目的は、他の計画が彼女の時間と注意をそらした一方で、 葬られていた。パーマーと夫が組織化した第1回デルポイ大祭は1927年5月9日に始まった。出し物は数日間にわたって予定された。これらの中にはデルポイの劇場遺跡内でのギリシア悲劇、縛られたプロメテウスの上演、スタジアムでの運動競技、近隣の村落の地元の思考芸品の収集品があった。 大祭の準備はほぼ3年前に始まったし、逮捕も思いがけない成功もいずれも特徴であった。こういう催し物を組織化するのは、時間や努力、金銭を必要とする。ギリシア政府、教育機関、実業集団、利益集団の講演と共同が求められた。パーマーは、大祭の実施に必要な金銭のために、担保付き貸付金はもちろん、 自分自身の相続財産からの金銭をもまた使用した。その過程で彼女は無気力、はっきりした不賛成に、そして時には激励や支援に遭遇した。パーマーの第一義的な仕事は縛られたプロメテウスの上演であった。これにはすべての衣装を一から作ることはもとより、劇の監督、コロスの練習も含まれていた。プサコスは公演に 神聖さを吹き込むために要求される音楽の真の性質を理解しているとパーマーは感じたから、プサコスが劇のための楽曲を作るために重宝された。しかしながら、プサコスが音楽カラーによる伴奏オーケストラを加えることを主張したために、彼女は愕然とした。古代ギリシア演劇はそういうオーケストラを呼び物にしなかったし、劇場の配置はそれの収容能力を持っていなかった。 劇場での上演は、神聖な再現が必要なのであって、もし神聖さから逸脱すれば、劇の不正確な上演は不法であろうし、デルポイ大祭の全体的な呼びかけは傷つくであろうと、パーマーは感じた。パーマーの心配にもかかわらず、器楽のオーケストラが加えられた。パーマーが安心しかつ驚いたことに、オーケストラの伴奏曲は大部分が聞き取れなかった。パーマーは、 自分一人をギリシア悲劇、コロスの正確性と神聖性のただ一つの源とは、みなさなかった一方で、そういう人は誰一人として、今、いないということを知るほどには、自分は論題について学んだということを感じていた。そのため、彼女は、直感はもちろん、こういう研究における背景との両者に依存する、上演に取り掛かった。運動競技の呼び物は、ピロスの舞踊であったが、 これは鎧を着た男性が舞踊し、足を踏み鳴らして表紙を取る。胸当てや、兜、剣、槍を製作することはもちろん、この舞踊をするくらいに献身的な男性を見つける、ことも、記念碑的な仕事であった。その救援にやってきたのは、キリシア戦争将とアレクサンドロス・マザラキス・アイニアン、であったが、彼は、天幕やトラックその他の装備は、もちろん、ピロスの舞踊に、 パーマーが必要とする男性全員の使用もパーマーの自由に任せた。大祭は成功裏に終わった。劇と運動競技はギリシアの映画制作者ディミトリアス・ガジリスによって記録された。映画の題名はプロメテウス・イン・チェーンズであったし、1971年に上映された。ギリシアとヨーロッパの至るところの報道記事は大祭について肯定的に書いたし、 以前は理想に会議的な多くの報道記事は会議的なのとは別な確信を抱いた。第1回大祭の肯定的な受け止め方はギリシア政府のその後の大祭への協力を確実なものにした。第1回の負債を完祭することと第2回の支払いをすることのために9時が始められることが決定された。大祭に対する大衆的な支持は高かったし、政府は デルポイクジ法案を可決した。当時、ギリシアは収益が国の考古学上の活動への資金提供とギリシア海軍との両者の間で分けられる一つのくじを有していた。しかしながら、いざく事券を印刷する時点になって努力が妨げられた。見たところどうやら海軍大臣に停滞の責任があったらしく、くじ券に費やされる資金が海軍の指示よりも むしろ、大祭に行くのではないかと恐れていた。この交代に幻滅して、パーマーはアメリカにほぼ一年間、旅行した。パーマーは、いろいろな学校や短化大学、総合大学で講義するように求められ、大祭やデルポイ理想に具体化された論題について、いくつか論文を執筆した。パーマーは、アメリカ国内をあまねく旅行し、ニューイングランドに帰った。講義旅行は、 ほどほどの金銭的見返りしかもたらさなかったし、彼女は自身の旅行費用を大部分負担した。彼女は続いて残って縛られたプロメテウスにおいて彼女が監督したコロスをエール大学で教えるように求められた。しかしながらパーマーは自分はこういうことを神聖に持続的に教えることはできないと感じて申し出を断った。パーマーはヨーロッパに戻り、 一時パリに滞在してから、納得して1929年は秋にギリシアに戻り、第2デルポイ大祭の立案を始めた。デルポイ九時と海軍省の問題が解決されたか否か、また、大祭の支払いがどのようにされたか、仮に支払いがされたとして、九時、貸付金によってか、それともパーマー自身の金銭によってかは、不明である。 第一次大祭からなおも追っていた借金に関する彼女の心配は第二次大祭の全費用を支払うだけの資金を彼女が有していたというありそうにないことに証拠を与える。が、それにもかかわらず彼女はギリシアに戻り第二回デルポイ大祭の計画が始まった。彼女とシケリアノスは呼び物の劇を救いを求める女たちに決定した。この劇はコロスを 月期の要、月期の敵役として呼び物にしたし、そういうものとしてパーマーは準備に完全に没頭した。50人のコロスが必要であったし、第一次大祭の初期の努力とは違って、特殊家たちは大勢いてかつ熱心であった。ギリシア戦争省も、また、大祭のために直ちに人員と物資の支援を与えた。このことの皮肉はパーマーには通じなかった。 こういう組織は戦争業、デルポイの理想とはまさに正反対のことで頭がいっぱいであったが、パーマーは兵以上に誰が戦争の恐怖を知っているかを論じた。プサコスは再び劇のために曲を書いてくれるように求められ、第一回大祭の古い議論が再びされた。彼女は上演の祭目を決定する自由裁量を以前よりも広く与えられたし、プサコスとパーマーは 月季の音楽的要素について意見が合わなかった。二人は二度と口も聞こうとしなかったし、プサコスは上演から身を引いた。運動競技と手工芸品の展示の両者とも大祭の重要な部分であった。大祭は1930年に開催され成功を収めた。デルポイの理想と並行してデルポイ大学という主にシケリアノスによって推進される理想があった。 2回にわたる大祭りの成功に続いて、こういう学校が企画されることが希望された。ギリシア政府はしかしながらこの理想に熱心でなかったし、どちらかといえば、将来の大祭がギリシアの製品と観光をいかに推進するかにより強い関心を抱いていた。パーマーとシケリアの巣にとって、大祭はただ目的に達する単なる一手段に過ぎず、目的そのものではなかった。 それ自体ギリシャ政府はこれらの大祭の推進にはほとんど役に立たなかった。政府の見解は観光とギリシア製品の輸出は経済を活発にするであろうし、一方でデルポイの理想の学問的な追求は予測しうる将来において収益を集めた加えないであろうというものであった。パーマーは再びデルポイの理想とギリシア悲劇、 演劇の教訓に対する関心を掻き立てることを期待してアメリカに帰還することになる。パーマーのシケリアノスとの結婚は1934年に無効にされることになるし、シケリアノスは後にギリシアで再婚することになる。二人は手紙をやり取りし続け、良好な関係のままであった。パーマーはアメリカで新たな演劇的努力をした。パーマーはニューヨークにおける 連邦劇場計画に加わるよう招待されたが、これは失業中の美術家や作家、監督を雇用するニューディール政策であった。この計画のもと、50人のコロスを呼び物とするアイスキュロスのペルシア人を上演しようと努力した。男性舞踊家と歌手を呼び物にする、こういう劇を上演したいというのが、パーマーの願望であったし、こういう参加が、 デルポイの理想の教訓を推進すると信じていた。パーマーはまた、アリストファネスのギリシア劇に基づく喜劇の執筆と、上演はもちろん、クリスマス劇の上演にもまた、没頭していた。しかしながら、こういう努力は一つも実を結ばなかった。パーマーが共に働くのが好きなタップダンサーや、ボードビルのスター、サーカスの演者からなる、いろいろな一団による不揃いな参加と献身はもちろん、 連邦劇場計画の競合する日程や委員会と、省委員会との間の内部構想もまた、パーマーの努力を密かに掘り崩した。パーマーは、結局、政策から退けられた。挫折し失望し、パーマーは再び進み始めた。1938年春にパーマーは、ペルシア人を教える意図を表明した、ピリコというギリシアの社会集団で抗議をすることになる。参加は、 関心のある個人4人に制限されていた。その後まもなく、パーマーは重い肺炎にかかり、長期間床に付していた。これは、パーマーにとって、休息と内観の時間であった。パーマーは、様々な友人や家族と手紙のやり取りを続け、元のように積極的な関心事を追求するほどに、回復するまで読書と執筆をしていた。しばらくの間、パーマーは、 コネチカット州のグリニッジのとある友人の家に滞在することになる。1939年1月に、パーマーはニューヨークのアービング・ワシントン高等学校での舞踊公演、テッドショーンとその男性舞踊家の一座によるダンス・オブ・エイジズを見物した。パーマーのこの種の男性舞踊家との前の経験は好ましいものではなかった。彼らはアメリカ風の舞踊の形式に凝り固まっているか、 キリシア風のコロスのメソッドを学ぶのを渋るかのどちらかであった。パーマーがショーンとその上演の中に見たものは自分が探し求めていたもののスタイルと精神に似ていた。ショーンはパーマーの努力を熟知していたし、二人は自分たち特有の人力を議論する時間を作ることで意見が一致した。 二人は自分たちが舞踊と音楽の理解を共有していることを素早く見出した。その後の年月、二人は共同活動することになる。パーマーは、食器から衣装を制作することはもちろん、コロスの自分の解釈をショーンの舞踊の一団に教えることになる。ようやくパーマーは、ショーンの舞踊家集団の中に、うっとりと聞き入る聴衆と関心を呼び起こされた学生を見出した。 ショーンとパーマーは次にニューヨークとフロリダで見られる数点の作品を上演することになる。後二人は袋工事、芸術家的な意見の相違に達し、これは究極的に二人の交友関係の終わりに至ることになる。アップウードパニックはパーマーの自伝の題名であるとともに彼女が作り出した信号でもある。この自伝は南フロリダ大学の教授、 ジョン・ P ・アントンによって収集、編集された。自伝は、コレオグラフィーダンス・スタディーズ制作を構成する、総書の第4巻であり、ハーウッド・アカデミック・パブリッシャーズから1993年に発行された。アントン教授は1985年に補助金を受け、ギリシャに旅行し、同地でパーマーが学び得たはずのことを調査することを許された。 彼女は自伝の執筆を1938年に開始し、1948年まで断続的に執筆し続けることになる。本書は大きく二つの部分に分けられ、第一部は伝統的に自伝的であって、そこで彼女は青年期と家庭に言及した。後半はデルポイ大祭や後のアメリカにおける経験について述べ、演劇的エッセイを収める。アップウードパニックは、 パーマーによって作り出された術語としては、悲劇や音楽、舞踊の最高潮において経験されるウキウキとした陽気な気分を記述する。パーマーとシケリアノスは、これらの芸術の追求が人々を相互理解の方へ導くと信じていた。この術語それ自体は、ギリシア神話のアルカディアにその根を有し、神であるパンが語源であり、英単語パニックは、その派生語である。この文脈における、 この後、パニックの用法は、現代英語における、否定的な、言外の語義と混同してはならない。1952年春に、パーマーはギリシアに帰った。帰還の2週後、デルポイにおける演劇上演に臨んでいる時に、致命的な発射に襲われた。77歳であった。医師により、デルポイに埋葬された。パーマーの芸術家的活動と支援は両大戦艦の、 時期にあたる。彼女は晩年、ナチズムの台頭やヒトラー、第二次世界大戦を遠方から目撃することになる。あたかも彼らの努力が無駄であったかのように思われたで、あろう。ギリシアのデルポイの精神の復活を試みるのは、彼らが最初ではなかったし、最後ではないだろう。デルポイの理想は、国際デルポイ評議会を通じて、現代に生き続けている。 同一の理想と原則は、音楽や舞踊、運動競技のこれらの現代の努力に具体化されている。ありがとうございます。